褒める人間が素晴らしいんだよ。だってこの世は闇なんだから、ね、何も見えないんだ。その中で明かりを灯せる人間だけが貴重なの、ね、今日本って国は感謝してます。こんにちは、マルカンアプリです。突然ですが、皆さんは人に相談したとき、思ったようなことがアドバイスがもらえなかった、こういうことを言ってほしかったわけじゃないのにと思った、そういう経験をしたことはありませんか？そして人から相談されたときは、どういうことを基準に返事をしますか？ご自身の経験、一般論、様々なデータや有識者の意見など、様々なケースがありますよね。常識的に考えてと言って、返答したことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回は、常識がある前提で、常識以上のことを言うというお話です。人生において答えは一つで、それが常に正しいとおっしゃっています。それは一体何でしょうか？現代は暗い世の中かもしれません。今、この世の中で私たちができることのヒントが隠されています。それでは早速お話を聞いてみましょう。今から言う話はね、難しいです。説明が難しいだけなんです。で、何個か例を出しますから、そういうことなのかっていうことを分かってもらいたいんです。でね、人生ってのは答えはね、一個しかないんです。で、その答えが常に正しいんです。で、これを常に答えれば、神様が丸くれると。人間関係ってのは全部そうなんです。ペッと丸くれる。どれから話したらいいかなと思うんだけど、この前ね、今うちでこういろんなテープ作ってるのはね、意外と常識以上の話なんです。それで、常識以上の話って何ですかっていうと、非常識なんです。だから難しいんです。この前ですね、こういう方がいたんです。京都のパーティーに来た後ですね、はい、飛行機で帰ったらね、エコノミー症候群ってなって、入院したんです。で、入院しちゃってですね、集中治療室入って、それの2、3日前から、1週間ぐらい前かな、胆石ができて、はい、食事ができないということだったんです。それで、何言いたいんですかって言った時に、実は親と旦那さんの親と会わないんです、うん、それで食事会をすることになったら、その食事会が気が重くてね、具合が悪くて、わかります？はい、ね、でそこが問題なんだけど、日本の言葉ってのは言霊というんですよ。言葉に魂がある。人間会わない人っているんですよ。で会わない人とは会わなきゃいいんです、うん、ところが必ず、そうはいかないんですよ。嫁の立場として。でもあんた病気になったら会わないで済んだよね。ってことは会わないことはできたんだよね。でこれから親と会うためにずっと病気になってるとすると、本当に病気になって死ぬぞって。人間っていうのは特殊な能力があるんですよ。ね。だ人間ってあの人の言葉に毒があるんだけど、本当に悪口言ってる時の言葉の中に、息の中に毒が入ってるんですよ。だからこうやってね、それをギューッと圧縮すると一回でネズミ何匹死ぬとかっていうぐらい人間ってのは毒吐けるんですよ。それは当然なの。人間の脳ってのは三層構造を成してるから、一番最初爬虫類の脳に動物の脳が加わって人間の脳が加わって、ってことは爬虫類も進化の過程でやってきたことがあるんです。だから当然毒蛇もやったことがあるし、いろんなことをやったことがあるんだから、その時の機能は体の中のどこかに残ってるんですよ。わかりますか？そうすると、それが相手に向けられずに自分に向いたとき、実は病気を作ることができるんですよ。で、まさか自分は病気を作ってるとは思わないけど、そういうことがあり得るんだという話をしてるんですよ。ね。そうすると、私が常識ってのはお母さんなんだからね、あなたの大切なお母さんでどうのこうのっていうのが、常識なんだよね、うん、私は合わないやつと合うな合うなって言うんですよ、ね、でこれが常識の上なんですよ、ね、超常識ですね特上です。でなぜ私のが特上だって自信を持って言えるかっていうと、こちらの方が病気になるほど苦しんでるのに、あんた会いに行きなさいっていうのは
愛情じゃないんです。わかります？人間会いたくないやつに会わなくていいんだよ。仮病を使ったら会わなくて済んだんですよ。だからなんかうまい方法考えないよ、ね、でも会いに行かなきゃいけないんです。それは常識だよ ね。でよく考えてみな。あんたの顔見たくないんだ。あんた親のこと嫌いだろ。で相手もみんな嫌いなんだよ、あんたのこと。人間ってのはこっちが嫌ってたら相手だって嫌いなんだよ。本当はあんたの顔見たくないんだよ。見たいのは息子の顔と孫の顔なんで、あんたこらでさっぱりしてんだよ。本当にただそうなんだよ。それと行かないときはパスできるんだっていう心のゆとりがあるから次出かけてっても、要は絶対に自分はパスできないんだ、ね、そういう観念が自分を追い詰めちゃう。わかります？ね、そうじゃないんだって、ね、人間ってのはね、人のことを嫌う、人のことを憎む、いろんな形で自分が苦しむ、相手が苦しむ、よくないんです、はい、それより苦しまない方法を考えればいいんです。親と会った時、3回も4回も会って親と会うと具合が悪くなって会わない方がいいんです、うん、新幹線がこれ走って線路の真ん中にいると間違いなくぶつかって死にますよ、はい、間違いないです。これだけどちょっと避けると風しか来ないよね、うん、3メーターも離れればね、ああ最近の新幹線はぐらいのゆとりもある。それをまともにここでいてガーンと受けちゃう。それを2度も3度もやることに学習能力がないんじゃないのって言いたいの。でそれを縛ってんのはあんたの常識だよね。で何が恐れてんですか。悪い嫁だと思われるんじゃないか、非難されるんじゃないか。非難されるから心配で、言っても行かなくてもあんたの悪口は言ってるから心配ないってね。たまに出かけて、いやいや出かけてったところで、ね、言われないと思ってる方が大間違い。行っても行かなくても言われる。行かねえ方が言われない。いないだけ。必ずね、母親の方が嫁の顔を見て頭相当ムカついてるんですよ。で、その事実を分からなきゃいけないんだ。それが常識の上なんだ。だから、アドバイスするときに、自分の言葉に愛があって、前向きならば全部丸なの。そうだよ。するとこれがさっき言ったようにちょっと分かりづらいですよっていうのは、あんなババア会いに行く必要ねえよとかって愛情のないことを言っちゃって会いに行かないと出なんですよ、ね、あんたのため持ってるみんな、ね、仮病を使って休んじゃいな、パスすることができるんだ、自分に行くか行かないかの主導権があるんだと思っただけで行くことだって辛くないんだよとかね。でお母さんのこと大嫌いなんですよ、嫌いなんだ、嫌いってことはあるよね、親が嫌いな人とかいっぱいあるんですよ。嫌いな人なんか尊敬なんかできるわけない、ね、それでも付き合っていかないきゃいけないんだったら感謝だけはできる。感謝ってのがあるんだよ。それは自分の大切な旦那さん産んでくれたとかね、人前で会いたいとどっちじゃいけないなとか、感謝っていろいろできるんですよ。で感謝のあたりから始めなきゃいけないよっていうことなんだよね、はい、それでもう一つ例を言うとね、この前ね、女性の方が金庫行ったらね、もうすごい吹き出物がブツブツが出てて、うん、かわいそうだなって行くたびに思ってた、うん、そしたら同じ吹き出物が出てきた。自分そうで、同情とは何ですかって言ったら、同じ状態になるという言霊の話だよ、はいね、だから例えばリストラされた、リストラされた人が来たら本当にかわいそうでどうのこうのって相手に同情するでしょ、うん、と同じ状態が起きるよ、うん、その答えは常識なんだこれ、うん、常だ、常の式だから本当にねかわいそうだね、同情するよね、それではこれなんだ。でそれ以上って何ですかって言った時、愛情を持って、それだってあんたまだ元気なんだからとか、うん、ね、うちもできることは、なんかできることは協力するし、これからまだね、生きていけないわけじゃないし、もう変な話、サラリーマンクビになったって6ヶ月保証がつくとか、ね、私たちは飽きんとなんか、明日潰れたらそれで終わりなの。ね、大会社が潰れると山一証券潰れて、社員がどうするんだとか、みんなすごいテレビで騒いでくれて、政治家まで出てきてくれたけど、俺たちなんか何件潰れたってな、終わりだよ。近所の人、あそこどうしたの、それで終わり、保証なしだよ、一日もつかないんだよ、それだって俺たち明るく頑張ってんだから、ね、
みんなが学歴もあるし立派な学校やね、会社にいたような人なんだから、俺たちみたいこういうね雑草のような人間でもたくましく生きてるんだからたくましく生きようよって前向きな意見を言ってあげるの。それが情なの。愛情があってね、愛情を持って相手が前向きになる言葉を言ってあげるの。それが情なの。でこれさえできれば魅力のある人なの。最終的に魅力のない人間ってのは考え方に魅力がない。考え方に魅力がないから人がついてるんだよ。で、それは何ですかっていうと、この、常識なんだから、常識ってのは常だから、誰でもこんなもん当たり前なの。その常識を一生懸命しけらかすやつがいるの。中なんだよ、これ。中をさも上のような顔して話してるから、俺から、波寿司で上寿司の値段取る気かと相手は思うんだよ。だからその程度のことで偉そうに言っちゃダメなの。俺は常識ぐらいしか言えないんだけどさ、この程度でいいかいって言えば、ね、中の寿司で中の値段取ってんなら相手だって、あ、そうだねって納得するんだよ。ね、常識程度で偉そうな顔しちゃいけないの。本当に情の情を言うような人だったら今度愛があって前向きだからへばることもなきゃ何にもないの。これを聞いてる人はもう中以上の人だと思ってるから。もう中以下お話にならない。それは常識を学んだ方がいい早く常識学んで世間並みのことを言った方がいい。で世間並みのことができたらそれ以上のこと、なぜかっていうと世間並みの話なら世間がしてくれる、テレビでも言ってくれる、でもそれ以上のことなの。我々アキンドだったらアキンドでしか言えない言葉がある。給食食案に行ったんです。職場行ったら、40過ぎて過ぎるとね、職がないんですよって、ああ、俺この前言われたから、ああ、俺35でよかったって言ったんだけど、ね。で、何言いたいんですかって言った時。職業がなかったら職場に行くのが仕事じゃないんだよ。職業がなかったら一件ずつ聞いてあるって、仕事めっけるまで探すのが仕事、それが仕事なの、職のない人の。そういうのね、職場行ったからありませんってのは指示待ちなんだよ。会社でも仕事一生懸命自分で探さなきゃいけないんだよ。ね、それを仕事がなきゃ職場ね、いつも部長からから顔見て何か言ったらやりましょうって自分で考えろって。お前に対して俺一人くっついてると二人いることになっちゃう、一人の仕事二人でやってることになっちゃうんだよって。で最終的になってくるとお前に頼んでやってもらうより俺がやった方が早いからとかってなっちゃってと、お前いらないってことになるよね。ね、だからそれじゃいけないんだと。だから今から仕事がないなら職探すとか、お前も探す俺も探してやるから、愛情があって前向きなこと、それは私はアキンドだからアキンドとしての答えがあるんです。でも常に愛情があって前向きじゃなきゃダメなんです。だからこれがサラリーマンの人が相談されたらまたサラリーマンの人としてのお前元気出せよっていうことなので、同情は中です。これは魅力ありません。ざまみろとか言ってるやつよりいいですよ。人間下見りゃ切りないからね。ただそれは、それで好かれるなんてのは全くできないんだよ、はい。ね、笑顔にしようよとか、時々ね、こういうテープ一生懸命聞いてて、人前で話しただけで魅力って出るんです。ね、魅力って、やっぱし愛情のあることなの。それから前向きなことなの。ね、で和美さんもすごく最近私は事業家になってきたと思ってるんです。で事業家っていうのは一つの特徴があるんです。それはまずえばってるやつはダメ、優しいけど凄みがなきゃダメです。これなんです。三国連太郎っていうのが釣りバカ西とかってやってるんでね、みんなで冗談みたいなワイ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 言って喋ってる。ところがいざ撮影になるとこんな貫禄のある人見たことない。青島ってさんが言ってたのね、はい、あの人東京、そう東京都知事までやってたぐらいだから偉いやつには随分あったけど、三国連太郎ぐらい偉く見えたらないっていうね。でね、偉く見えるって特徴があるの。ピシッとした身なりをしてて胸張ってすごい偉そうなんだけど優しい口聞くの、丁寧な口聞くと偉い人だと思っちゃう。でそれって大切なの。それで偉いからえばっちゃダメなの、ね、で今日ちょっと長くなっちゃうから波に乗っちゃうから他の話までしちゃいますね。
人間って、あ、人間の前に日本という国の特徴、はい、日本という国はすごい特徴があるんです。それは何かというと、人のいいとこ絶対探さない、絶対がつくんですよ。でめっけても褒めない、絶対褒めないんですよ。すごい国ですよ。力が入ってます。嘘が入ってます。だから闇なんですよ、そのことに関してね。そうですね、人を褒めるとかっていうことに関して闇なんですよ。そうするとえばってる人って何ですかっていうと、俺が勝手に偉いんだってついやっちゃう。本当は褒めてほしいんですよ。こんなに頑張って誰も褒めてくんないから、これだと一生褒めてもらえないか分かんないから、言わなきゃいけないじゃないかと思ってえばってるだけなの。ね、俺こんなね、でっち小僧から始めてこんなビルまで建てたのに褒めてくんで、じゃあもう一個建てりゃ褒めてくれるんじゃないか、二個建てちゃったりするんだよ。ね、で三個建てたりするんだけど褒めてくる。なぜかというと、だって別にあんたの財産増やしただけでしょとか、俺に一個くれたわけじゃないよねって世間は思ってるから、別に十個持ってますって言ったって褒めてくんないんだよね。わかります。で要は日本ってのは褒めてくれないんだよ、はい、褒めてあげようとすればあげられるんだよ。だから褒める気がないんだよ。で褒める人に、人は褒める気がさらさらない。そのくせに自分は褒めてもらいたいからいろんな葛藤するんですよ、ね、そうするとこの闇の中でみんなが闇作ってるようなもんなんですよ、ね、それよりもビル10個建てた人間より貴重な人間は日本にはたった一つしかない。人を褒めるやつ。ビル1個じゃなくたって構わないから、犬小屋でもいいから、立派な犬小屋ですねとか、今時東京で犬飼ってるってのは大変ですよとか、何でもいいんだよ。褒める人間が素晴らしいんだよ。だからビル10個に持ってる人間より、だってこの世は闇なんだから、闇の中じゃビル見えないぞって、ね、何も見えないんだ。その中で明かりを灯せる人間だけが貴重なんだ、ね、だからみっちゃん先生がうち来た時、私はねいろんなことできないんだけど社長になれるから、なれる、その歌詞俺の言うこと一個だけ聞けよって言った、ね、社長たちのこと一生懸命褒めたり、ね、だから誰か人の誕生日だと、ね、花江ちゃんの名前かなんか書いて、人の花江ちゃんは人の誕生日なんか忘れちゃってるんだよ。だけど人の名前で出してあげて、自分の名前なんかこんなちっとしか書かないんだよ、絶対忘れずにやってるんだよ。花江ちゃんなんかもう俺言われちゃったりなんかする、ね、そうするとあみっちゃんやってくれたんだな、そうすれば自分が出たアイデアだって提供するよって気になっちゃう。で、あの子はすっごい褒める。で、最初はいいとこめっけと褒めてた。最近達人になっちゃったから、もう レストランなんかすごい感じの悪いやつが来ると、あなたの笑顔いいわねって言うと、私の笑顔いいですかって急にニコニコしちゃう。で、前こういうことだったら、すごい離れたところのレストラン行ったらね、みっちゃん先生のことで、みっちゃん先生ですよねって。私のこと覚えてますかと、覚えてない。そしたら、って話したら、すごく笑顔がいいって言われて、一生のうち一回しか言われてないから、忘れられない。忘れられないんですよ。それほど、光を見た人は光に吸い付けられる。そういうことなの。で、みんながやってる努力は無駄だよ。みんなは偉いことをして偉、褒めてもらおうとしすぎるんだよ。そんなことより、人のことを一生懸命褒める人間が太陽。そうすると一人ずつが明るくなる。で、ここでさっきの常識し常識の話だ。ね。よく、歯の痛いのお世辞は嫌なのよとか。ね。いろいろ言うの。それって、いいとこ見つけて、笑顔がいい、笑顔いいですね。当たり前なんだよ。ね。今、日本って国は、その当たり前でも喜んでくれない国なんだよ。ね、だから当たり前のことも言わないんだから。だからその人を褒めるってことに関しては常識以下の国だから。ね、わかるかい。そうすると、その常識以下の国でもし人を褒めた時っていうのは下心があるんだよ。相手褒めて何か取ってやろうとか、ね、騙そうっていう。だけど、私がさっき言ってるように、上中下の上は下と同じような行動を取るんだ。だけど、みっちゃん先生だとか、日本漢方がやってる人を褒めるっていうのは愛なんだよ。この人褒められたこともないんだな。だからブスッとしちゃってんだ。笑顔いいねって言っただけでニコッとするんだ。で、みっちゃん先生はレストランの人褒めたからって、ね、別におかず一品増やしてこようとか思ってないんだよ。愛情なの。愛情があって、前向きな姿勢でやってるんだよ。だから情なんだよ。
で下心があってやってんのとは、下心ってのは下なんだよね、下の心なんだよ、うん、そっか、下心でものをやるのか、愛情の愛情の情は情なんだよ、うん、ね、あんたのあんた情で喋ってますか、中ですか下ですかって、自分の喋ってるものは愛情という情の言葉なんだ。この言葉で人を褒めてますか。日本で一番大切なこと、この闇の部分ってあるんです、うん、工業なんか発達してますよ、いろんなもの発達してますよ、で発達してるとこは明るいんです、だけどいろんな部分がある。魂っていうのはダイヤモンドみたいな、一面一面磨かれてるんだけど、この日本っていう国は人を褒めるというところのここの部分だけが磨かれてないんです、全く。だから我々はこれを磨いていかなきゃな。わかりますか、はい、うちがパーティー来るでしょ、ね、旗出してスポットライト当ててあげたい。要は人を褒める機会を作ってあげたい。だからパーティーやってるの。一生懸命パーティーやってるって何ですかって言った時、スポットライトが当たったことない人、うちでスポットライト当たんなかったら一生のうち一回スポットライト知らずに死んじゃうんだよ。それじゃかわいそうじゃないか。だったらより一番かっこいい状態でスポットライト当てたいんだ。だからうちは絶対思っちゃいけない、パーティーやることやって売り上げ上げようとか、下の心を持つなよって。そんなもんで売り上げなんか上げたって上げて欲しくないの。やがてそんなものはやがてみんなぶっ潰れちゃう。人間がなんとかなるのはこの情の心だけなの。だからパーティーも来たいやつしか呼ぶなよ。嫌なやつが来たら、みんなが楽しくたって楽しい中に一人ふてくされてるのがいると、みんなの気分が壊れるんだよ。なんでかっていうと、俺たちは善だとすればこいつは悪なんだよ。俺たち健康食品だとするとこいつは毒薬なんだよ。膝腰なんか1日ね、30粒ずつ3回飲んだけど90粒なんだよ。90粒飲んだって元気になるには時間がかかるんだけど、こいつが出してる毒は耳かき一杯で10人死ぬとか、毒薬ってのはものすごい効くんだよ。ね、それとみんなが楽しい雰囲気で来てるとこブスッとしてんじゃねえよって。ニコニコしてんのは情なんだよ。じゃあ中なの。でわーって一緒になって騒いで、みんなでわーっと盛り上げて互いに光り出しやってるのが情な情、はい、最低でも中ぐらいなの。下みたいなやつは来ちゃいけないの。おめえ自分の顔に責任持て、ね、いくつになったんだって。で 下で人に好かれようとか、でそういう人って話聞くと立派な考え持ってるの。おめえの顔、あのなんて顔見てると、その立派な話すら聞きたくなくなるんだ。人間って嫌いなやつが立派なこと言った時ぐらい腹立つことないんだね、わかりますかね。俺たちは宙の上行かなきゃいけない。それは愛情なの。で顔がブスってしてるだけで愛がないのね。それで本当に愛情が豊かなんだ、あの人おっかない顔してるけど愛情が豊かなんですって言ったら顔直せね。あれは桃見たく見えけど実はリンゴなんですよ。わけのわかんないのやめろって言ってますよ ね。真っ先に見えけどおっきな子なんですよ。わけわかんねえから俺たち食あたり起こしたりするの。本当にいい人だったら良さそうな顔してろと。その場合ヤクザのくせに人の良さそうな顔してんな。だから引っかかったり悪いことになったりするんだ。ヤクザうんとおっかない顔してない、そして誰も近づかねえんだ。で私は善人ですって言うんだったら分かりやすい顔してるので、分かりやすいのが愛情なのね、これが情なんだ。でそれが分からないと会社の名前でもなんの横文字かなんかでこれなんて意味ですかってよく聞くの。これは一生懸命説明してんの。俺がこれなんて意味ですかってのはお前バカかって聞いてる。誰にも分かんないようなもん書いてデカデカと書いておくなって。パン屋ですとか八百屋ですとか分かりやすくしろよ。分かんない名前だったらどうしたらもっとお客さんが分かるようにするか、分かるようにするための看板なんだよって。愛情がないんだよ。だから愛情のないようなことをずっと続けてて、世間はあんたのこと必ず置いてくよね。バブルの時は一緒に上がってるけど、不況になったら愛情のないとこなんかみんな置いてかれちゃうよ、ね、顔に愛情がないんだよ、名前に愛情がないんだよ。名前だったら俺なんかどうしたらこと分かりやすいだろうか、ね、なおかつ聞いて笑っちゃうような名前つけてあげてもうこんなに明るくない世の中だったら何とかしようと思って一生懸命頑張るんだよ、ね、それを自分の思いをこれだと自分の思いなんか家でやれって、ね、客には分かりやすくなきゃいけないんだって。そのことを淡々とやっていかなきゃいけないんだって。で基本は何ですか。基本は愛情があって前向きか、はい、それの答えなら全部もある、ね、常識は中、
ね、愛もなくて上と同じようなことを言ってたら下の下なんだって、ね、あの下は切りないよ、うん、欲に切りなし地獄に底なしっつって下見たら切りないからねずーっといるからね俺たちはあんまり下見てもしょうがない、はい、中から上ここを勉強してから目指せ上ですそういうことです、目指せ上ですどうもありがとうございます、はい、感謝してます。今回は常識以上のこととは何かというお話でした。いかがでしたか？日頃自分の言動が上中下のうちどれなのかと考えながら聞いた方もいらっしゃったかもしれませんね。一般的に常識と言われているからこれはしないといけないと思いやりたくないことをやったり人から相談をされて常識的に考えておかしいと判断したりすることも時にはあるかもしれません。こういうことが正しい、正しくない、みんながこう言ってるからこうした方がいいなど、今までの人生の中で培ってきた価値観は皆さんの中にもそれぞれあると思います。大多数の意見として正しいとされていることから外れたことをして、人に何か言われるのではないかと恐れる気持ちもあるかもしれません。今回例に挙がっていたお話のように、無理なことをして自分自身が健康でいられなくなってしまうのは元も子もありませんよね。常識的に考えてどうかということに加えて、これをやることが自分にも相手にとってもいいことなのかということも考えて、行動できるといいですよね。そして皆さんが誰かに何か相談された時には、常識的に考えたことに加えて、それが愛情があって前向きなことであるかも考えてみてください。常識としてこうだ、こうするのが正しいと意見することは比較的簡単ですよね。しかし、その常識がその人にとって、本当にふさわしいことなのか、それ以上に相手にとっていいことはないのかを考えるのは愛情がないと難しいです。例えば知り合いが子供が高校を辞めたいと言っていると相談してきたとします。辞めたい理由によって返す言葉は変わってくるはずですが、その子のことをよく考えずに発言するとすれば、せっかく入ったのだから、頑張って卒業した方がいいという言葉が最初に出てくるかもしれません。愛情があって前向きなことというのは、きちんと理由を聞くことと、その返答は常識がどうというよりも、その子にとって前向きな生き方につながる言葉かどうかを考えるのが大切ということですよね。悲しいことや辛い目に遭っている人を見て同情すると、同情、つまり同じ状態になってしまうのだそうです。一緒になって悲しんだり哀れむことよりも、話を聞いた上で愛情を持って相手が前向きになれるようなことを伝えられる。そういう人のことを魅力のある人と言います。常識ばかり言うのは、上中下で言うと中なのだそうです。中以上の言葉を言えるというのは、自分自身にしか持っていない答えを言える人です。日頃から他人の言葉に耳を傾け、この言葉が常識よりも上になるにはどうすればいいかを考え、他人に上の言葉を伝えられるといいですよね。そして、人を褒める人は貴重というお話もありました。皆さんは日頃から人を褒めるということを意識しているでしょうか？自分が頑張っていても気にかけてもらえないという気持ちが働くと、つい他人を褒めるということをしなくなってしまうかもしれません。しかし、人を褒める人は貴重で太陽のような存在です。もし自分は誰かに褒められることがないと思っていても、他人のいいところを見つけて言葉にしてみてください。それだけで特別なことなのです。もちろん嘘やお世辞ではなく、愛情を持って褒めることが大切で、それが情です。
自分に何か返ってきてほしいということを思うことなく、人を褒めるということは、魂を磨くということにもつながります。今は明るくない世の中かもしれません。この世の中を明るくするために、一番大切なことは、愛情を持ち、前向きであることです。相手に対し愛情を示すために、最初にできるのは、笑顔、明るい顔でいることです。人と接するときに、別に笑顔である必要はないと思っている方もいるかもしれません。しかしそれは、接する相手に対し、愛がないということになります。笑顔でいることを忠だとすると、笑顔で人を高めることができる人が情です。そして、笑顔や態度だけでなく、伝える言葉や思いなどが他人に対してわかりやすくあることも、愛情があるということの一つです。世の中や他人に明かりを灯せる人は貴重な存在です。明日は今日より一つでも多く何かを褒めてみて、下を見ることなく常識的な段階よりも上に行くことを考えて、世の中を明るく照らす存在でいられるといいですよね。少しでもいいなと思ったら、応援の意味も込めてグッドボタンとチャンネル登録お願いします。あなたにすべての良きことが雪崩のごとく起きます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。感謝してます。